この生きるということは何で作られているかというと、2つで作られているよね。一つは何をするか、もう常に何をするかということが問われている。もちろんピッチの上でもだ、練習中もそう、例外はない。もう一つ大事なこと、何をすると同時にどんな心でやるのかっていうことが見えないけど、全ての質をその瞬間瞬間決めていきます。メンタルの問題は質を決めてんだよね。周りの評価を気にしすぎてるとき絶対うまくいかなくなるから、いっぱい他人に囲まれてるから、それによってノーフローになるリスクが高いので、自分で今ここ自分で意識する。これはもうどんなトップアスリートでも今ここ自分を失ってるときにノーフローの海でパフォーマンス絶対低いから。チームっていうのは NBA だろうが大リーグだろうが、J リーグだろうが、どんなプロジェクトも必ずこの3つで構成されている。個人があって、全体性があって、関係性がある。ただ人がうぞうむぞういてもそれはチームとは言わない。ただ個人がうぞうむぞういるだけで、全体性や関係性がないとチームとは言わない。個人個人がね、自立してないっていう、これはもうアキさんの最初の言葉にも出てくる。でやっぱりこの信頼っていうところ、やっぱそこは本当に言うだけでもダメだし、聞くだけでもダメだし、逆に言わないとダメだし、聞かなかったらダメだし、でその共有の、ね、レベルをぜひぜひ上げていってほしいなっていうのは、本当まさしくて、僕も10年ぐらいサッカーキャリアがあって、メンタルの部分はいろいろ考えてますけど、新しいことを発見というよりは、自分でも分かってる部分を改めて言語化して、で分かっててもできないところを改めて言ってもらえた気づきじゃないですけど、もう一回自分の中でそういう部分を整理していけたらと思います。やっぱりメンタルのところは、パフォーマンスに大きく影響してくると思うので、未来、過去にとらわれずに、今できることに自分自身にベクトル向けて取り組むっていうところ、そこは僕も含めてたくさんの選手に必要になってくる部分なんじゃないかなと感じました。先週どうだったからとか、今週点を取りたいとか、もう考えてもどうしようもないことに目を向けるんじゃなくて、できることからしっかり手をつけていって、心の整理をしていくことを、しっかりとこう試合に向けて準備していけたらなと思いました。